ンタです。今ですね、モーターこれ乗せ替えてます。前回ですね、ブラッシュレスのお話をしました。そんな流れからですね、ぶっ壊す覚悟でこの PT01 をぶん回してみようということで仕様変更です。さすがにですね、お外でこれをぶん回すのはちょっと怖いので、いつものスピードチェッカーを使って回していこうと思うんですけど、速すぎて負荷的な誤差がやばいと思うので、スピードチェッカーの速度は気にせずですね、とりあえずぶん回していこうと思います。ということでですね、ここでちょっとギア比のお話です。今回選択したピニオンが 29T、そしてスパーが 55T なので、ここで生まれる一次減速比がスパー 55÷ピニオン29 で 1.896551724138 です。そして二次減速比、 TT01 の場合はスパーと一緒に回るベベルギアが 15T、 レフのリングギアが 39T なので、 39÷15 で 2.6、 これが二次減速比。この2つを乗算すると、このシャーシの減速比が計算できて、 1.896551724138×2.6 で 4.931034482759 となるわけですね。なのでモーターが 4.931034482759 回転することでタイヤが1回転するということになります。でですね、これに 3.5 ターンのモーターを積みました。こちら1分間に 74,000 回転のモーターなので、1分間にタイヤが回る回数を計算すると、 74,000÷4.931034482759 イコール 15,006.9930.0699 回回転します。で、このタイヤの直径が約 64mm なので、このタイヤが1回転で進む距離が 64×円周率の 3.14 で 200.96mm となります。先ほどの 15,006.9930.0699×200.96 で1分間に進む距離が 315,305.314685mm です。これをメートルに直すと割る線で 3015.8053.14685m ですね。なので1時間に進む距離にすると、 ×60 で 189483188811m となります。で、これをキロメートルに直すと割る線で 180.94831888.11km 毎時、つまりですね、計算上では無負荷時時速 180km 出るということでやっていこうと思います。では行く。ということで仕様変更が完了しました。プロポは MX6 で、 ESC は G-Force の TS120、 そしてモーターは TRF トランスピード 3.5 ターンブラシレス、それからバッテリーは2セルリポで回していこうと思います。で、スピードチェックの前に一旦完全無負荷状態で軽く回してみますか。よし、じゃあ行きますよ。え？何？なんかめっちゃやばい音してる。あー、これ中でペラシャがえらいことなってますね。音がやばいな、大丈夫かな。わー、タイヤがやばい。リード落ちてまった。これプラシャーもそのお構いなしで行こうと思うんですけど、タイヤはもうちょっと食いそうなやつに変えてからチャレンジしていこうと思います。よーし、それでは行ってみようと思います。車種ダイナモ的には想定のスピードまで行っちゃうとしたら、このローラーの抵抗だけじゃ足りなくて、高回転域ではほぼほぼ無負荷状態に近いくらいのスピードになっちゃうんじゃないかなと思いますが、とりあえずぶっ壊すつもりで行ってみましょう。壊せませんように。
ちなみにも私こんな感じです。行くぞー。怖いな。はい、というわけでですね、上がりすぎて測れません。ただまだ伸びる。そして意外と壊れない。フルスロットルにするとすぐにヒートプロテクト。これはですね、無理っぽ。ただ案外スピードもなんかそれっぽい気がしますね。むしろこのスピードチェッカー上の方が抵抗が多すぎる気がするので、いやでもよくわかんないですね。結果とりあえずテンションが上がる。でも決して真似はしないでくださいね。ちょっとまたですね、きちんと手配して安全な場所を用意して実走行で計測しつつ、もうちょっと速いスピードでも測れるようにこのスピードチェッカーもアップデートしていこうと思います。終わりー。